たおやか河原版のお時間です。キャスターの歴史すきおです。今回は、徳川家康人質時代の今川義元との関係についてご紹介したいと思います。それでは、早速ご覧ください。今川義元は、家康の恩人か。今川義元にとって、家康は生かそうが、殺そうが思いのままの人質でした。しかし、義元は、家康に対して最高の教育を施し、名を妻に与えて親族並みに厚遇しています。天文16年西暦1547年、織田信秀が三河侵攻の動きを見せると、松平広忠は今川義元に援軍を要請します。義元は見返りとして、嫡男竹千代を人質として求めてきました。しかし、護送の任にあった。戸田康光は織田方に内通していました。竹千代を銭百貫文で売り、尾張へ送ってしまいます。竹千代を手中にした。信秀は、命と引き換えに広忠へ心中を要求します。広忠は非常な決断をします。息子一人のために今川との信を失うわけにはいかない。幸い、信秀は竹千代を殺しはしませんでした。領内の幽閉場所に捨ておいたのです。しかし、今川義元は竹千代の奪還策を練っていたのでした。天文18年西暦1549年に今川軍は織田勢力圏内の西三河へ侵攻。信長の兄織田信広を捕虜として捕らえます。義元は信広と竹千代の人質交換を信秀に要求します。信広は側室の子とはいえ、織田家当主の長男なのです。義元は信秀との交渉を進めました。交渉はまとまり、竹千代は駿府へ送られます。この時、すでに、父の広忠は家臣により、暗殺されていました。竹千代は8歳で孤児となってしまいました。これからは、私を父と思うがよい。義元は、初対面の竹千代にそう言って親愛の情を示したとも伝えられています。竹千代は自分を冷たく見限った実の父よりも、義元に父の情愛を感じたかもしれません。竹千代は浄土宗寺院の慶応院からほど近い場所に屋敷を与えられます。今川館にも隣接しており、駿府の町の中心地でもありました。また、祖母の元王にも一緒に住むことが許され、父母の愛を知らずに育った家康の寂しさも幾分かは癒されたのではないでしょうか。また、今川家の軍師である僧の体現節斎が直々に学問を指導しました。節斎は義元の幼年期から、守役として共に暮らし、家督相続争いの時にも補佐して戦いました。義元が最も信頼する側近を教育係としてつけるというのは、破格の待遇と言ってもいいのではないでしょうか。義元は、家康を単なる人質とは考えていなかったようです。将来は岡崎城主として三河を任せるため、それに見合う人物となるよう英才教育を行ったのだと思います。また、家康の元服では自らへ帽子親となり、義元の一字を与えて元康と名乗らせました。さらに義元の命である築山殿を妻にめとらせました。譜代の重臣と同等の厚遇なのです。桶狭間の合戦で義元が戦死した後は、岡崎城に入り、今川からの独立を図ります。名前も元康から家康に改め、13年間の人質生活を終わらせます。三河の統治者となった家康ですが、両国統治の手法や家臣団の統制などは、義元のやり方を、と称しました。それだけ家康は、義元が優れた統治者だったと認め、畏敬していたのではないでしょうか。今回は、徳川家康と、今川義元との関係について、ご紹介しました。ご意見、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。それでは、失礼いたします。